バンパー後の打ち上げ RTVG-4 バンパー。別名バンパー WAC は高高度の待機データを収集するためにアメリカ合衆国によって使用された気象観測用ロケットである。バンパーは初期の多段式ロケットのうちの一つであった。第1弾に使われたのは捕獲したナチスドイツの V2 ロケットであり、第2弾はアメリカで設計された WAC コーポラルであった。 バンパー計画は1947年から1950年の間に8回の打ち上げが実施されたアメリカ合衆国の実験ロケットプログラムであった。このプログラムは2段式ロケットをテストすることが主な目的であった。最初のバンパー1は1948年5月15日にホワイトサンズ性能試験場で打ち上げられ高度1 2 7トル。 最大速度時速 4410km に達した。1949年2月24日に気温を計測する機器を搭載していたバンパー5は、それまでで最高の 393km の高度と時速 8290km の速度を記録し、この高度記録は1957年まで破られなかった。バンパー8はケープカナベラルから打ち上げられた。 最初のロケットであった。それは1950年7月24日に発射台3から打ち上げられた。そして5日後の7月29日にバンパー7が続いた。どちらの発射も完全には成功していなかったが、バンパー7は速度記録を更新し時速 9112km の速度に達した。出展、デシグネション、システムズ、ネットハット、バンパー WAC。 グレートイメージズイン NASA、NASA, NASA、2007年10月4日閲覧。パーシュ、アンドレアス、RTVG-4、ディレクトリオブ US ミリタリーロケッツミサイルズ、デシグネション、システムズ、ネット、2007年10月5日閲覧。ありがとうございます。